佐々木です、えー。今回はですね、えー、メインチャンネルの方でも、えー、先ほど話したんですけども、チャート分析のにおいて、まあ、最も重要というかですね、基礎といえば基礎なんですけども、あの、まあ、上級者になってもというかですね、まあ、非常に重要な、えー、チャート分析、えー、要は、チャートパターンですね、えー、それを話していきたいなと思います。で、あの、僕の方でね、こういったものを作ろうかなと思ったんですけど、あの、探したところですね、あの、もう、クオリティが高くてね、で、まあ、 皆さん知っていると思う。FX やってる方だったらね、わかると思いますけど、えー、こういったね、サイトありますから、あの、これをね、元に。で、ただこれだけを話すんじゃなくて、えー、こういった形であるようだけじゃなくて、それがね、このチャート、ビットコイン FX とか、えー、もしくは、えー、まあリップルもそうだし、まあ仮想通貨のチャートにおいてもね、どういったところが、えー、どのチャートのパターンに当たるのか。で、直近のね、まぁ、あ、メインチャートの方でも軽く話したかもしれませんけど、そういった、どういうパターンになっていくのかなっていうところを、 え、話していきたいなと思います。まあ、これね、見るだけでもめちゃくちゃ勉強になると思うんで、まだ何もわかっやったこと、あの、トレードとかやったことない人とかは、えー、まずやる前にね、一通り多分これは全部見ておいた方がいいんじゃないかなと思います。で、まあ、難しいね、あの言葉とかあると思いますけど、基本的にやっていくうちに多分、えー、絶対に出会うというか、覚えていく言葉ですので。で、今回その中でも、ちょっと順番は違いますけど、えー、実践チャート術っていうところの、えー、こちらですね。 えー、まあ、チャートのパターンですね。ダブルトップとかヘッドアンショルダー。まあ三尊とか逆三尊。えー、こちらも逆、えー、逆バージョンもありますからね。えー、っていうところをね、教えていきたいなと。あと、V 字型トップとか、ソーラートップとかね。ソーラーボトムもあるんですけど、えー、そういったことも話していきたいなと思います。で、まず、その、まあ最近とかね、ツイッターとかでも有名なんですけど、この三尊天井とか。三尊天井っていうのはここの天ここですね。一番高いところ。 ま、これもですね、この V 字型トップの三存といえばここね、三存ですよね。えー、だったりします、ここがね。で、あとこのポイントは、このネッ,ネックラインっていうのがあって、要はここのね、えー、上がっていく、で、下がる。で、ここで一旦止まりますね。要は V 字の、V 字というかダブルトップの中間。で、また上がって、で、ここ。要はここで、要は、あ、ダブルトップだってなっても、また今度上に上がって、 でまた下に行くっていうトうトリプルトップルッを、えー、形成するもしくは、えー、ちょっとここが高くなっていてヘッドショルダーをここで一旦下げ止まって抜けないでね下に行かずにまた上に上がって、えー、また下がるともしくはそのまま上に上がっていく要は N 波動みたいなね、えー、もしくはこういった感じですね三角保持ちたいから上に行くとかこういうフラッグとか、えー、そういった形になってくるんじゃないかなと思ってます。 ですのであの結局このネックラインっていうのを意識してそのどこを超えたらただねこれもね相場においてはあのかなりですねなかったりするんですよ、えー、例えば、うん、実際とその、えー、形例えばねその綺麗な逆算度っていうのもねなかなかないんですけど、まあ、例えばこことかですね こういった形で、えー、左肩で真ん中天井ですね。で、えー、右肩ということで、まあ綺麗な三尊天井。で、プラスネックラインってどこなのっていうと、えー、これちょっと一応ラインを引くとですね、えー、ここが下じゃないですか。だけども、ここはそこまでさ、要はあ、高いですよね。高いけども、ここを上がってきて、ただ実体、髭、 こちらヒゲじゃないですか。えー、だけど実体ベースで言うと、えー、ここ、もう一回引くか。えー、こちらですね。実体ベースとしてここで止まっていると。ただこっちはヒゲなんですけどね。ちょっとこっちは高いというような状態もあります。だけどもこれも三尊です。で、えー、プラスですね、これも逆三尊も出たりします。えー、こことかもですね、ちょっと小さいですけども、こちらも三尊、えー。これもまあ綺麗な逆三尊ですね。 こういった形で、でここがネックラインいや。首元っていうところですね。首。こうぴったりね、こういうふうな形になって、まあ、ちょっと上に上がってるけども、そのと一気に下げてきてるということで、まあ、結局ですね、このチャートパターンっていうものがあるんですけども、常にそれが的確にいくわけではないっていうところですね。それ以外にもですね、まあ、いろいろあるんですけども、トリプルトップ。先ほど言ったこれは、えー、ダブルトップをもう一個形成する。 で、ヘッドショルダーではなくて、真ん中が高いのではなくて、え右肩ん、んまあ、こっちから見ると左肩か。左肩、真ん中、右肩。すべてがこう平行とか、ちょっとまあどこかが高いぐらいで止まってるっていうものもあります。ですので、非常にですね、その一つのパターンとか、え、もしくはですね、あとは、これ四時間足で見てます。だけども、えこれがもっと小さい足。要は、 え何、ー、ていうのかなえー、1分足とかで見るともっと細かいですね小さい逆三層とか出てくるんですけど基本的にはですねでかい時間軸に、えー、沿って動くようになります、まあ、例えば、えー、日足よりも4時間足よりも日足日足よりも中足の、えー、テクニカルとかこのチャートに沿った値、ね、動きをします、えー、だけどもあのこの4時間足ベースで見て特大なねその でかい三尊とか描くっていうことは、まあ、それはですね、非常に、えー、信憑性がある、えー、チャートになります。まあ、もっと言うとですね、とえー、ここも三尊ですけど、まあ、例えばここちょっと形違いますけど、こういう意味で三尊、えー、っていうふうに、えー、ここもね、止まっていて、えー、こうとか。もしくは、えー、ここを下にして、えー、ここを右型にしてこう下げている。 まあこっちは高いですけど、まあ、こっちを肩として、左肩、右肩、もしくはこっちを右肩とする。まあ、急な値動きですから、多分こっちを右肩にした方が正しいんですけど、ただ、ここの高さが違いますよねっていうふうになっていると。で、まあ、ここをネックラインだとすると、まあ、ちょうどですね、ここでこっち一旦下げてきて、抜けるけど、また戻って、このネックラインが、えー、レジスタンスになって上に行かずに下げていると。 ま、ここはね、えー、ダブルトップ見たくなってますよね。これ非常にですね、この、えー、ダブルトップ、あとヘッドアンドショルダー、あとトリプルトップとか。まあ、あとこれもまあ、保ち合い型、三角持ち合いとか。今ね、このメインチャンネルの方で話した、えー、今とかがこれ三角持ち合いというかね、ちょうどここは三角形ですよね。上からも下げてきていて、えー、下からはこう上に上がってきてると。まあ、ここら辺もね、微妙に下げて終わってますし、こういう形で。 えー、なってるということで、まあ、三角持ち合いで来て、えー、保ち合いで上に行くのか下に行くのかっていうところを、ま、メインチャンネルで話しました。まあ、その辺はね、なかなり実践的なところなんで、メインチャンネルを見てください。まあ、今回補足的な、その、えー、学習的な部分で言ってますから、えー、そういったね、こういったものがあるんだよ。で、プラス、いろんなその見方がある。時間軸でも変わってくるし、えー、1分足とかね。ただ、1分足とかは、1分足で出た 逆三尊とかは、三尊とかはですね、あとはそれ以外のパターンは、まあ、あんまり意味を持たないです。ですので、まあ、いて言うなら多分1時間足。えー、もしくは1分足、5分足で見てもいいけども、1分足の中でもすごいでかい。要は多分これは1分じゃなくても5分、10分。え、もっと言うと1時間、4時間足で見ても、これは三角、えー、三尊天井だよねとかね。こういった形を形成しているよねっていうような動きが見えるんであれば、えー、 そうね、パターンじゃないかってことを疑ってもいいです。ただし、ここからまた上級に行きます。上級というか、えー、実践的な話に行きます。あとね、これ、あの、こういうふうにずらしていくと、高さが、えー、今ね、こういうふうに形になってますけど、実際のチャートとか見ると、こういうふうにね、あの横伸びしてて、あの、さ、なんか、天、なんかこう、際立って山じゃないよね、みたいな感じになりますけど、 あの、それは、あの、伸ばしてるだけなんで、ほらね。こういう,ふうに結構浅くなっちゃうじゃないですか、山が。だけども、それは、え片方がね、高いとそうなってしまうので、まあ、それはね、まあ、しょうがないと認識してください。ここもダブルトップですよね。上に行って、まあ、ここも2つあるから、トリプルトップともえ言えますけども、まあ、これは、まあ、うん、ダブルトップですよね。ここは、な、比減は、計算しないで、1個、2個、えあ、1個。 1箇所目、で2箇所目で下げていると。で、プラスこのね、ヒントを言うと、この2箇所目、二回目の、えー、このね、トップが下がっているっていう状況は、えー、この後下げる可能性が非常に高くなります。逆に、あの、まあ、ここのフィボナッチのここで書き、えー、ちょっと使わせてもらいますけど、えー、例えばこれね、まあ、あるか。こういうふうに行って、まあ、緑で緑でちょっと見づらいですけどね、こう行って、 こう、ちょっと抜けてるなっていう三尊天井を描いたあ、ダブルトップを描いたときはですね、ここに落ちてきて、ときに、ここネックラインを下に抜ける可能性っていうのは、ちょっと低くなります。なぜかというと、要は上昇の方がちょっと強い。で、逆を言うとこれトレンドラインっていう見,見方もできますよね。まあ、ここ下げてきてるんで、ネックラインまで下がるってことがあると、まあ、ダブルトップで下に下げてくるって可能性も、まあ、こういう形だとね、どちらかというと50%、50%ぐらいになってきます。 ですので、そういったこともあるので、応用的なことはね、あの今後話していきますけど、まず基本的には、ダブルトップっていうものがあって、ダブルトップっていうものは、上に行くのを阻んでいると。2回挑戦して2回とも下がっている。で逆にトリプルトップ、3回目こういうふうにですね、もし行ったとしても、下がっていく。っていうことがあると、上にはちょっと抜けづらいよねっていうようなことも言えます。だけどもですね、これトリプルトップを描いたときは、 下ここで見ると、ここもですね、h 2という形で、こうダブルトップ描いてるわけですね。ですので、そのこういうパターンの時は、要はね、ダブルトップ、トリプルトップはあんまり当てにならないんですよ。あの一定の,そのチャートのパターンになりますけど、要は今言ったように、トリプルトップ描いたら、下でここは、えー、ダブルトップ描きます。ただし、こ直近で下から上がってきたるっていう流れがありますよね。 こことかもいろいろな部分でダブルトップ。ね、ここもダブルトップじゃないですか。こういった形で。逆のダブルトップと上の、ここのダブルトップがありますよね。うん。だけどこういうパターンがあると。で、こういう時はフラッグとかね。上に行くのを阻んでいたりとか。あとウェッジとか。ま、三角もちろんさっき言いましたね。えー、っていうようなことになってきます。で、プラス、じゃあそれがどれぐらい動くのっていうところですけど、目標レートって書いてありますね。値幅予測。 要は、これが、ダブルトップが、これダブル、ダブルボトムか。ですけど、これの幅と、これイコール、プラスネックラインからの距離が、目標になってきます。どういうことかというと、またちょっと色を変えますけど、この色で見やすいかな。あ、見えるか。で、ここね、ダブルトップじゃないですか。巨大だね。これぐらいになってくると結構巨大です。 こうね、ダブルトップ。ちょっと下げてますけどね。で、下げてきたと。で、ここ見てほしいんですけど、ちょっとずれてるから。まあ、引くとすれば、ここですよね。ここ、まあ、ちょうど引いてあるんで、要は、えー、ここからの値、えー、幅と、えー、ここですね、ここのネックラインの幅。ここの幅と、シコールにして、 こちらこっから反転したとき、ここですね。ここがちょうどですね、だいたいイコールになってないですかなってますよね、ここ。こういうふうに下に行ったときに、で、こう上にまた行こうとするんですけど、まあ、どちらかというと、この巨大なダブルトップのおかげで、ネックラインを割ったっていう事実。で、ちょっと一旦調整して戻しましたけど、まあ、ここ一旦ここ2回、3回行ってますけど、もここもね、だから拡大すると、 えー、多分三尊天井見たくなっているんですよね。わかりますかあ。えー、ちょっと、Mac なんで、ね、ちょっと。普段 Windows なんですけど。で、ここを見るとね、ここも三尊天井じゃないですか ?1、2、えー、天井ですね。で、こ、この、ここ右肩です。えー、左肩、真ん中、天井ですね。で、右肩という形で、あの、T、でかいですね。もちろんこれも巨大な、えー、でかいですね。 えー、ダブルトップとか、えー、チャートパターンの方が、えー、その後の値動きに影響というかですね、綺麗にその通りになってきます。これもね、えー、こういう,うにダブルトップを描いた後に、えー、こう一旦ブレイクして、本当はこのまま綺麗にいくと、下でまたバト、えー、ダブルトップを,を描いたりとか、ダブル、まあ下で言うとまあダブルボトムですね、を描いたりとかするんですけど、ここで一旦戻して、えー、くけども、もうここまで、ね、ダブルボトムみたいな形になってますよね、こういった形。2回。 言って、だけども、ここも、ここは上から見ると三尊天井で、えー上、上、ワは硬いと。で、こっちは、え、右肩の方が下げてる。左肩より右肩が下がってるってことは、ダブルトップと同じような理論で、え、右肩が下がってるってことは、上げが弱い、え、ロングとか、買いが弱いってことは、下に下がっていく。っていうような形です下落してるわけですよ。うん。通常は、チャートを見てるときですね、要はこういう状態じゃないですか。要は、この先っていうのは見えないんですけど、 あの、常に、そう、こう,う直近の寝動きとか、あと、ローソク足、えまたね、今度、えー、ソク足、ローソク足理論とかですね、要は、え大陽線とか、大陰線とか、えスラストアップとかね、どういう、どのような、えー、ソク足が出たら、上に行くのか、下に行くのか、えもしくは、え十字とかね、え一旦その保ち合ってるとか、えどちらかに動いた方向に行く可能性が高いとかですね、また教えていきたいと思いますけど、え今回は、ま、とりあえずね、こういった状況で、 次が見えてない状況じゃないですか、常に、チャートって。まあ、この端になったとしてね、真ん中にあったとしても、先が見えないじゃないですか、常に。まあ、これは、ま、過去チャートなんで、今年のね、3月ぐらいなんで、まあ、見えてますけど、あの通常見えないですよね。で、こういう時に、えー、だからこうやって分析するんですよ。えー、ダブルボトムが出てて、えー、ここが天井になってると。で、一旦ここで下落するんじゃないかなと。実際下落したと。で、ここで止まるんであれば、 えまた上がって、えー、で、ここで、えー、上げの、ここよりも上がらないここ、左肩よりも上がらないんであれば、右肩が下げてる状況であれば、これは三尊、えー、天井を描いているから、もしくはヘッドショルダーを描いているから、これは、えー、むしろ右肩が下がってるから、ここら辺でショート、売りを入れた方がいいんじゃないかなとかね。で、下まで行くと。まあ、正確に言うと、まあ、ここの段階ではまだ早い。なぜかというと、ネックラインを割ってないからですね。ネックラインを割ってから打ってもいいんですけど、早く仕掛けたいとか、 え最悪上に行った時はロスカットできる勇気があるとかね。えー、そういうことは全然、あの、メンタル的に余裕っていう方は、まあ、ここら辺で打ってきまされて、少し下げてきたなと。で、ネックラインまで行く前あたりで、えー、まあ、きま、その、ローソカッとかね、えー、いろいろなその相場の状況とか見ながら、あ、これは落ちていくなという状況見ながら、ここで売ると。いうことですね。で、ここまで下がってきたと。で、ただ、えー、こうね、2倍、同じぐらい、ここ1対1。ここの割合とここの割合、こうね、ダブルトップが、 え、一対一で下げてくるんじゃないかなっていうことを予測している人からすれば、一旦ここでまあ、利確とかね、一旦戻した段階で利確して、えー、またここでね、売りを入れたりとか、もしくはずっと、スイングの人とか、え、長期投資の人はずっと持ち続けていて、ここで利確、まあ、ここね、えー、大、大要線、え、一気に上がっていって、え、要線しかついてないですね、ここ。一気に上がっていく。だいずれにせよ、ここを行って、ここで利確する。もしくは、え、この辺でね、一気にでかいのが出たと。 で、ここで動いてる間にここら辺で理確するっていうのが、まあ、えー、セオリーなんじゃないかなというような形です。まあ、ですので、非常にですね、このチャートパターンとかね、を見て判断すると、まあ、その、どのように動くのかって、えー、いうのが判断できます。まあ、あの、ちょっとね、あの、説明していくと、もういろんなところにいろんな形が出てくるんですけど、で、あの、メインチャンネルの方で最新のところを話していますから、こちらですね、最新の 最悪持ち合いからどっちに抜けた方に行くとかはメインチャンの話してますからそちらを見てください。で、まあ本当に今回の動画で教えたいことはこういったことがある。で、あの常にその、例えばね、ダブルトップを描いている。反対ではまたダブルトップを描こうとしてたりとか、逆に三尊天井を描いている時には下側もダブルトップを描いていたりとかね。三尊を描いているってことは下側ね、1 2,、2、3、トリプルトップ、ちょっと斜めですけど。 で、これ逆に切り上がってるじゃないですか。わかりますかね。三尊天井で、ここも切り上がってると。で、ここもね、だから難しいところなんですよ。要は。もうちょっと拡大しますけど、えー、ここで、三尊なんですけど、えー、例えばこれ右肩ね、こういう風うに切り上がっていると。だけども、ここのトップと、えー、こっちの右肩のトップ。 まあここもね、ヒゲ出てるんで、まあ、ほぼ同じぐらいとも言えますけど、一旦下げたけど、また戻ると。で、プラスこれね、だからさっきも言いましたけど、この中に、また小さいですね、こういうような、えー、ダブルトップが描かれてたりとか。で、やっと、えー、もうちょっとね、えー、買う方がいないっていうことで、一気に下落してた。要これ三角楽ち合いですね。ちょっと三角は綺麗じゃないですけど、あの相の場で見ていくと大体こんなもんです。あの、綺麗な、あんまりその、えー、なんていうんだろうな。 綺麗な、えー、こういうようなね。三角保ち合いって言うのはなかなかないです。まあ、これでも十分綺麗な方ですね。まあ、どちらかというと。まあ、本当はね、こういうふうになった方が、で、ここまできてね。うねうねしながら下に降りるとか、上に行くとか。っていう形になるのが、まあ。えー、理想ですけど、まあ、そうはならない。 大体こういう風になったりとかします。で、まあ上に行くのか下に行くのかっていうところですけど、まあここはフェイクもなく上に抜けずに一気に下に来たと。まああとね、これを目安としてよう考えてみると、これ綺麗に45度、下も45度ぐらいになっているとすれば、もうもうちょいこうかな。えー、例えばこういう風になっているとすれば、えー、上に行ってほしいんですけど上に行かない、上に行く力が弱いっていうことは、やっぱり下に売,り売る力が強いんじゃないかなっていうような考察もできますよね。うん。 常にそういった形で相場を見るっていうことですあの。上に行くのか下に行くのかっていうのは単純にそのギャンブルじゃなくて、あの、チャートを見れば、例えばこれがね、その、こういう風に見えてなかったとしても、さっき言ったとここうです。えこうやって上に行くのか下に行くのか。でも、会話弱いなっていうか上がってないなっていうところを見て、えー、ここの段階ですね。この大陽線あたりから、えー、ここを三角、えー 持ち合いとか、とはちょうどね、ここは切り上げてきてますけど、微妙にね、ここを抜けたと、ブレイクしたと、このトレンドライン的な下の底根を結んだ3点とも、えー、切り上げてるんです、微妙に。で、そこを抜けたってことは、売りが、えー、が始まったこと強い。ただ、この後また戻してくるパターンもありますけどね、フェイクというか、えー、また今度逆に上に行くとか、っていう可能性もあります。だけども、この段階で言うと、ちょうどですね、 え、100万円ラインですよね。で、プラス、え、ダブルトップを描いてからの下げてきてると。で、その後のと、え、ーンみたいなものを形成するんじゃないかっていう、まあ、わからない段階です。値動きをね、予想しなきゃいけないじゃないですか。なので、このまま段階でダブルトップで下げてきてると。で、ここも弱いと。で、ここ一旦上げてくるのかなと。一品目ね、切り上げてますから。え、で、だけども、え、上にもう少しいかないと。ちょっとひと、 右肩が弱いなっていうところを見て、えー、少しここでぐちゃぐちゃして、ここもダブルトップ見たくなってますね、ちっこい。で、えー、ここ抜けていくんじゃないかなと。で、ここの大要線、要は横な下落、売りを見たときに、あ、ここ抜けたなと。しかも実体ベースで抜けたなっていうところで、まあこの辺からですね、売りを入れると。ただここでね、一旦その、えー、コマというか十字みたいなものできてますから、えー、もしくはここで一旦迷っているところですね。うん。もしくはチャート的には N。 要は、えー、こういったようなふう、えー、になっていると思います、えー。もっとね、これを4時間足ですけど、1時間足とか、えー、30分足で見るとそういった形になっていると思います。だけど、まあ、この辺で売る、えー、ショートを入れるというのはセオリーです。逆に上に行った時でも、まあ、ロスカットは、えー、共有できるんじゃないかなと。勝率は、まあ、要はここ下に行く可能性でかけていくということですね。要は下に行く確率は、まあ、高いなと。このパターンで言うと、えー、下に行く可能性が高い。 常にやっぱり勝率は大体60%とかね。まあそれぐらいは保っておいた方がいいと思うんですけど、まあもちろんね、勝率が低くても利益が大きければ何ら問題ないんですけど、まあ特にね、やっぱりメンタル的にもやっぱり、えー、特に初心者の方とかはやっぱり勝率が高い。えー、まあ、ある程度50%以上、まあ60%以上あればね、安心というか、その変なことをしない限りは破産は絶対ないと思うんで、そういった意味からもやっぱりそういうふうにね、考えた方がいいと思います。 要はこのパターンに従うってことですね。で、ここに下に降りていって、えー、で、まあ、利確ラインは、まあ、ここのね、大要請見たあたりかな。でここから、ここまでですけど、まあ、結構抜けてますよね。に、結構、どれぐらいかな。えー、ここから打ったとして、93万、まあ、94万だとしますか。94万から、え一旦ここまで下げて、まあ、ここでできたらね、最高ですね。10万円ぐらい抜けてますけど、10万円ぐらい利幅取れたらね、最高ですけど、94万。 え、ここ4万から。本当はここからね、売りたいんですけど、96万あたりからね。だけどまあ、ここ抜けたあたりまで見ていいと思います。一旦戻していくと、その後下がる。だ94万円ぐらいから売りを、ショートを入れると。で、ここからここまで下がると。あと84万は10万円幅抜けますけど、まあ多分ね、10万円抜けたら大体ここで一旦まあ、調整が入るって予測してもいいと思いますけど、まあ、このでかい大要請を見て、え、からまあ、判断してもいいと思います。だけども、94万から売ったとしても、ここで、 これぐらいで、まあ、判断していいと思うことを考えると80ちょっと判断が遅れたとしてもね87万円だとすると 94×87、えーえー、94は、えー、7万円んですよね94万から87だと7万円とか7万円幅抜けるってことなんで相当儲かりますよね、まあ、ロット数とかにも言えますけど まあそういった形であの大きくね、抜けますから、リハバをね。だからその、このチャートパターンを分析するってすごい重要なんですよ。特にこの大きなダブルトップ形成した後、で、プラス、ここでそんなに下に行かなかったわけですね。ここでショートを入れるっていうパターンは、まあ、鉄板のこのダブルトップですから、ここでネックラインをブレイクしたと。ね、ここブレイクしてますから。だけども、ここって実際は、 えーまあ、これぐらいから売ったとして99万から売ったとしてもまあこれぐらいですね、えー、全然利幅ないですよねこれ90んうんこれ辺から売ったとしてそんなに、まあ、5万ぐらいは幅ありますけどただこのでかいダブルトップの割にはもうちょい下げてもいいはずなんですねだけどここでいかなかったと。 一旦ここでえミニ三尊みたいなものを描いてからの、えーえー、下に行ったということですから、あのーまあ、考え方としては、まあ、この後はでかい要は二つあるわけですよチャートのパターン要はダブルトップでかいダブルトップで下に行くはずだけどもそこで下げ止まったと要は下でここねダブルボトムみたいなのを作ってミニちっちゃいダブルボトムを作って、えー、そこで三尊、えー、天井を描いてからの下落っていうことで まあ非常にですね分かりやすいチャートなんじゃないかなと思います。あとこことかもですね、えー、2月の2 6日の、えー、急落ですね、多分コインチェックがあった後あたりですけど、これはね、逆に、えー、逆三尊っていって、えー、これ、左肩で頭、ちょっとずれましたけど、まあ、頭で右肩から、まあ、今度はこ上に行ってるわけです。ちょうどこうネックラインがここあたりですけどちょっとこっちでね、 下がってます大体まあちょうど合ってますねこの辺ネックラインでここネックラインをブレイクした後はずーっとこう上に来てるとええー、要はダブルここのねでかいダブルトップを形成するかのごとくですねでここ見てほしいんですけどここの幅と、えー、今度こっち行く幅ってイコールじゃないですかここねほぼほぼイコールじゃないですか,かそういったような形でここの幅とね えー、ここの値幅と上に行く値幅ほぼ一緒に1対1になる。まあこれは理想形なので実際こういうふうになるっていうパターンもね、えー、まあどれ半々ぐらいとかになってくると思いますけど、こういうふうにならないっていうことです要はこういうふうに、ね、ちょっとイレギュラー上がってから下がったりとか、逆にここからまた戻していったりとか、えー、っていうパターンもあります、ね、全然。だからこれは綺麗に三尊点、逆三尊を描いてからの上抜け、上に抜けて綺麗に上がっていったと。で、綺麗ですよね、こうきれに。要は 綺麗じゃないっていうのはどういうことかっていうと、まあ、こういうようなね、ジグザグ型。これはすごく綺麗です。なぜかというと、こうずっとね、要線が多くて、要は貝が多くてずっと綺麗に上がっていった。まあ、ここまでですね。ここまで上がっていって、上がりすぎて落ちたと。で、ここだけで下がらないで、また上に上がったと。だけどまた売られて。で、また上がっていったけど、ここは売りが浴びせられてずっと下がっていったというような形です。だから本当にね、このチャートパターンで分析すると、あの 多分負けないっていうのもそうだしあのたこれが今ビットコインですけど FX とか株とか言ってもあの同じ世界なんですごくね勉強になると思いますあの特にねこの基本的な、えー、ことってものはね全部ねあのここら辺とかあとあのチャートパターンって検索するとたくさん出てきますからこういった形でね あ、これがさっき見たやつか。一番上に出てきたからね、僕もいいなと思ったんですけど、こうやって画像とかも、えー、ちょっと、これアメリカの記事ですけど、ヘッドショルダーとかね、えー、チャンネルとかフラッグとか、ペ、えー、ナンとか、いろいろ出てきます。ちょっとこれ英語ですけど、あの、他にもね、こういった日本語のやつとかもありますから、あそういったものを参考にして、チ、え、ャートで、ね、パターン、 分析してみてみくださいクイちゃんはい、えー、ということで、ク、あ、イ、のーち,ね、ちゃんも吠えてるんであの、この辺にしたいと思いますけどもあの、本当にこのチャートパターン分析するだけでとかね、理解しておくだけであの、ただね、これ実践的に綺麗に、要はあと見えないじゃないですか、先がね、こういうふうに。常にその値、ね、幅の先って見えないんで、あのー、 要は、えー、予測して、要はこの後こうなるんじゃないか。要は、この後はね、シナリオ分析っていうところになってくると思うんですけど、あの要は、常にそういったシナリオを分析しながら、上に行くのか下に行くのかっていうところを、えー、予測していかなきゃいけないわけですね。なので、まあ、それを、シナリオを作っていくっていうところはまたね、別の時に考えていきたいと思いますけど、ただその前に、このパターンを理解しておかないと、どういうパターンが考えられるとか、あこういった上昇していくとか、加工しているんだなっていうでかい流れで、 どうなっているのかっていうのを理解しながらチャートパターンとかシナリオ分析っていうところをしていくわけですね。ですので続きとかはまたちょっと明日撮れるか分かりませんけどまたね今度撮っていきたいと思います。今回は重要なチャートパターンダブルトップ逆三損普通三尊とかねを話させてもらいました。非常に重要な動画だと思いますので何度も見てね理解を定着させてください。あの 僕がこうやって動画を撮ってるのは単純にいやこういったねあのこれって実践的じゃないじゃないですか、まあ、こういうのも書いてありますけどあの具体的にそれがどこに当たるのかねあのこれもほらダブルトあトリプルトップって言ってるけどすごいジグザグですよね、うん、でここもダブルボトムって言ってますけどすごいなんかこうここがなんかトリプルボトムなんじゃないってい言うことも、ね、言えたりとかしますからあそういったね補足の意味をかけて、えー 兼ねて、今回ね、動画撮れました。ですので、ぜひですね、あの、皆さんの、え、FX とか、トレードに役立ててください。ということで、今回はね、ちょっとクイちゃんが吠えてますんで、あの、以上にしたいなと思います。それでは、ご覧いただきありがとうございました。